こんなの。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション一個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃせいぜい巻き上げてやれ。わかった、じゃあ後で。そこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。
兄貴、バカの付き添い終わりましたか？なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。よし。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないし。でそいつからいくら取れたんだ？それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は？はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた？ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと？てめえがせびったんじゃねえのか？しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか？なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。
もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎで空騎士ですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやっさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ。そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。な、一番。よし。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前女の方どうなんだ。いません、俺は女にはからっきしで。しけたぐたじゃって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ石、何舐めた口聞いてある。いや過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな、俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え、でもそれじゃあ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高くくってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな。どなりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え、組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。
あそこの組じゃ殺した人間を死体ごと始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。組の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。チッサアルプスな。あ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。お、でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ、奴らが来た、どうしよう。アカネ、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんをロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤瀬、おい、いたぞ、女だ、行け行け行け。おい赤瀬、女はくそ、どこ行った。おい、早く探せ。待ってろ、待っててくれよ。何なのあれ、マジで。待てよ、ダキ、入ってくれ。警察に通報する。グレThank you.
ホルン、ホルン、ここ。おい、おい、大丈夫かよ。しっかりしろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんてそんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせしまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえお前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあとっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重な。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。
マジかよ。おい、誰かいるのか。壊せろよ、敵タッグ。よっしゃよ、一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろ。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ、北京ダッグ。いい年越ししろよ、ご両人。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せで笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。おっす。どうした、イチ。クソでも漏れそうなのか。うるせえ。イチ、たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろは出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろう。一番を見てくれ。ほら、おいで、一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでした。じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。親父さんは違います。親父さんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川の親父さんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心で
その名前を口にした。荒川組。ああ、荒川組、俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。春日一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返して欲しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。ありがとう。これな礼なんていらねえよ。お前のために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。お疲れ様です。またてめえか。何度言ったら分かるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ。親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。
お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。9日目のことだった。いやあ、そこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやっさん。おう。もうすぐカウントダウンすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。あ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの誰でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえら、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったらといいが。面白い。やっちまおうぜ。やってやるぜ。俺の番だな。とっておきだ。やるよ。くらえ。よし、いざ通り。俺の番だな。くらえ。さっさとかかってこいよ。よし、行くぞ。よっしゃ。へへ。なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫か、姉ちゃん。おい、おやつさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと君に顔出せよ。はい、おやつさんも良いお年を。うん。いや、けな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。もしもし。
お兄さん、起きて。お兄さん。ん、ね、やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。はあ、いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやっさん。朝早くに済まねえな、いき。ねえ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか？わかりました、初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにだ。はい、わかりました。ちょっと待て、お前どこの組のもんだ？どこって荒川組だけど。てめえ、よくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。ぶっ壊してやるよ。手加減しねえぜ。俺の番だな。榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。一番です。おやさん、おはようございます。おう、ビジ、座れ。はい。いいから座れ。あ、はい。お前、
榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん。近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちに傘が入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放、こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。城がしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、一。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし喜んでやらせてもらいます。一、どうしたい？どうしたじゃないっすよ。今日は正月&兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったね。ちょっと、何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか？ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあそんなとこで。新年早々厳しいっすね頭は。極道になった以上盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか？それよりミツ、お前今いくつだ？え、20歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴熱でもあるんすか？
また電話する。最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。並長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして